それでは対局の準備が整ったようです。麻雀ファイトクラブ第6回プロナンバーワン決定戦二次予選 B 択対局の開始です。選手たちが一礼しまして、二次予選 B 択が開局です。座り順から紹介してまいりましょう。ちいちゃから伊達ありさ、なんちゃ広柴田、シャーチャ瀬戸熊直樹、そしてペーチャ宮内梢の並びでスタートしております。トラは数層です。だけの感想なんですけど、ほいほい、柴田さんが圧倒的に緊張してるんですけど今並び順の表情映るじゃないですか、はい、結構あの表情がこうがっつりタイトル戦の表情になってるなって印象がありました。一番ダントツで緊張してるんですね、まあ、あの他の3人はね昨日も戦ってますからね。あ、それもありますか、はい、昨日は一日解説をしてくださって、本当にこういろいろな方の打ち方を見て、はい、あ、この時はこうするのかみたいなね、いろいろ考えながら歌、実況解説がされてましたので、うん、どうなるか楽しみです。まあ、あと宮内さんもおっしゃってたんですけど、はいはい、瀬戸熊さんは黒子に徹しようとしても存在感が出ちゃうんで、多分黒子になりたくともなれないタイプだと思います。うん、ギャグかなと思います。見てください、ドラーがありますから、まずね、はい、ジョークかなって思ってました今日もね力強いトルネードを見せていただきたいと思いますが、うん、はい、見てください、柴田さんは国士に向かっていますそうですねさあ、ただ広柴田初出場ということになりますからね、はい、ぜひ爪痕を残していただきたい、もし優勝までね見ていただければと思います。お二人も引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、第4回大会で優勝した宮内梢、第5回大会で優勝した伊達ありさが、はい、はい、さあこの卓になっております。ドラスーソー形はいいです。ローマンにくっつくかちょっと愚形解消したいですね、うん、赤ドラなので、はい、宮内はテンポリーチだ、リーチだと重なりましたんで、どっちに受けるか、うん、スチーマンスーソーの方で受けました。さあ、ここ選択ありました。はい、ここの選択の基準みたいなのはお二人はどう受けますか。そうですね、あのね、レアワンの方が良さそうなんですけど、レアワンが目に見えて2枚切られていると、うん、で実際ここにもあるんでレアワンがなかったと、うん、上手、はい、ここはいい選択、うん、あれイーシャンテンまで来てません。あれ来てます。あれ急走と？さっきもあった。急走とイピン。イピンがここに2枚。え？イピンまだ2枚ある。急走？え？4枚急走よ。あ、3枚。3枚。え？ちょ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 。ドラマティックだな。ちょっと熊さんもイーシャンテン。さあ、スチーマンスーソーか。それとも1枚いくか。あ、え？白。白か。白か。で、これピン早いか、ランピンより先にそうですね、9ピンなり白なりになるんで、はい、これ結構ざわつきますよ。あれ瀬戸熊さんそうですねまあ9ピンはパーピン早いので一旦切ったかなってなりますかね。ランピンが出てこようものなら、あ、そうですね、この後にランピン出てきたらですね、数万は残り1枚、チーム黒子じゃないよ、これ1対4だったんですけど、さらにここが瀬戸熊も2枚、ええ、どうなる、どうなる、これ3枚スーピン行きましょう、これ絶対よ、心臓痛い、心臓痛い、あーサピン1対3対2、いやでも大変だ、減らない、イラソ3枚さあ開局、いきなり初出場、そして現報、これみんな笑うしかありませんよ、爪痕どころじゃありません。さあ、この大会初めて広柴田が国士無双の上がりということになりました。8,000、16,000の総上がりです。そして伊達がね、親かぶりスタートということになります、うん、
ちょっと嬉しそうですね。出るんかいって